ま続いてですね、先ほどの CSMACD、これっていうのはですね、まあ、道路でイメージすると、1車線の道路で、まあ、しかも一方通行ですらないと。ね、なんで、片方が動いている間は、片方は、まあ、渡れないと。まあ、そういった状況で敷いているルールでしたよね。はいまあ、要するに、送信受信を同時に行えないという状況でしたと。 でね、こういう風にして、片方が送信している間は、えー、同時に受信はできない。こういった通信をですね、半二重通信と言います。半二重通信。ね、ハーフデュプレックスとも言いますね。はい。で、逆にですね、えー、送信受信同時に行ける、まあ、二車線のイメージですね、えー。片方は送信専用、片方は受信専用。こういった、ね、通信方式を全二重通信、フルデュプレックスと言いますと、 でね、えー、先ほどの CSMACD は、この半二重通信だからこそ、えー、必要なルールで、えー、全二重通信になると、まず不要になります。はい。これね、えー、すごい、えー、衝撃でですよね。こんだけ時間割いて、私もね、こんだけパワーポイント作って、はい、実は、えー、半二重通信でしかいらなかった。まあそういうルールでしたと、CSMACD ね。はい。でね、えー、全二重の方が通信速度も効率も良くて、コリジョンも起こらないと。 もういいことしかないですね。はい。でね。まあ、あの今となっては全二重通信の方がもう完全に一般的ですね。なので、まあ CSMACD っていうのはだいぶ化石の技術になってるんだなと思ってください。はい。でですね、全二重通信。これをね、確立するためにはいくつか条件という3つ条件がございまして、まず1つがですね、ノードが全二重通信をサポートしていることと。はい。まあこれ大体がサポートしてるんで、そんな気にしなくていいです。 続いて、終戦機器がスイッチであるというよりは、まあ、スイッチング機能というものがついているものでして、まあ、もっとイメージしやすい言葉で言うと、はい、ハブではない機器を使うと。物理層で動く機器,機器を使うと。これの方がまあイメージわかりやすいかなと思います。はい。で、3つ目、ポイント2ポイント、1対1の接続であると。 要するに指定した相手だけやり取りする。まあそういった通信であることという意味ですね。はい。まあちなみにですね、ハブが絡んでくると、どうしてもね、一体ターになってしまいますね。なんでかっていうと、ハブにデータを送り付けると、このハブに繋がっている全ノードに対してファーっと送り付けちゃうじゃないですか。これも一体ターですよ。はい。なのでね、えー、まあこの2個目も3個目も結構ニアリーで、まあ、要するにハブが絡んでくるとですね、全二重通信っていうのができなくなると。 これ一つ押さえておいてください。はい。まあ、このね、三、えー、つを、えー、満たしていると、ようやっと、えー、全二重通信ができますよ、と。はい。まあ、このね、ズ、えー図見ていきますと、はい。まずね、わ、えー、かりやすいので言うと、この、えー、全二重 n g の全二重通信に対応してない PC、えー。こいつの通信はもう全部半二重じゃないためですよね。はい。なんで、この青い点々が、まあ、えー、半二重通信ですよ、と。で、あとは半二重通信というと、このハブ。 ハブと繋がってる部分は全部ポイント2マルチになってしまうので、あ、ね、ポイント2マルチっていうのが1対ターですね。はい。えー、なんで、こっちからしても、ハブに絡むと、こっちとこっちにデータ送っちゃんで、1対2ですよね、えー。同様に1対2、1対2なんで、もうハブは絡んでる時点でもうダメですと。半二重通信になってしまうと。はい。でね、えっ、ー、と、あとは、まあ、この辺。 スイッチを挟んでると基本的にはもう全然全 20OK、OK、っていう感じなんで全 20OKPC、OK、とスイッチだったらはいしかもねポイント2ポイントになるんでもうこれは全20通信ですとあとはスイッチとスイッチもこれもね結局1対1の通信をしていて、えー、まあね特に問題もないので全20通信ですと、まあ、そんな感じですね はい。まあね、全二重通信はどこか、半二重通信はどこかっていうね、えー、まあ見極めをこういう図からしていくのって、まあ、結構ね、資格試験とかでも出てきたりするので、必ずこれ押さえておいてください。特にね、この3つの条件。そして厄介なのがハブっていう存在。これを押さえておきましょう。はい。ということでね、じゃあ次行きましょう。